アルミニウムは化学式が AL2O3 で表されるアルミニウムの量生酸化物である。通称はアルミナ、バンド。天然にはコランダム、ルビー、サファイアとして産出する。主に金属アルミニウムの原料として使われるほか、高度を活かして研磨剤、高融点を活かして耐化物としての用途もある。立方症系のガンマアルミナー合皮表面積を持つ ことから触媒として重要である。天然には結晶がコランダムとして産出するほか、水和物が防気サイトの主成分として存在する。ルビーとサファイアはコランダムの変種で微量の金属イオンが混入することにより定色し、宝石として珍重される。ルビーはクロムが混入することにより、親戚色を呈し、ルビーレーザーなどの用途がある。サファイアは 鉄やチタンなどが微量混入し、赤以外の色を呈するコランダムである。粉末状の酸化アルミニウム絶縁体、高熱伝導率のセラミック材料である。一般に結晶の状態で産出し、コランダム、またはアルファ酸化アルミニウムと呼ばれ、研磨剤や切削工具の部品としての用途がある。酸化アルミニウムにおけるアルミニウムと酸素との結びつきは強く、ここから、 アルミニウムの単体を取り出すことは難しいが、アメリカ合衆国のチャールズ・マーティン・ホールとフランスのポール・ウェル・ウラはそれぞれ共に電気分解を用いて、これに成功した。カラムクロマトグラフィーにおいて、シリカが酸性のために充填剤として用いることができない時に用いられることがある。ボーキサイトからアルミナを製造するには、カール・ヨーゼフ・バイヤーが開発したバイヤー法が用いられている。 有電性説が他の素材と比べ極めて低いことから高周波への応用例がある。誘拐需要電気分解でアルミニウムの材料とするほか、陶芸などのセラミックス材料としても添加される。また、検索材や砂巻き装置等の高強度、高人性、耐熱衝撃性を求められる分野や、自動車排ガス浄化触媒等の触媒の単体、地下治療などに広く利用される。 また、工業用、サンドブラストの研磨剤として利用され、医療用途でも使用され、風の ATC 分類では、座層のハ痕を削り取る治療に用いられる。高純度の結晶鉱石は、宝石として珍重される。高純度アルミナは、サファイアを使った LED の基板、リチウムイオン二次電池部材、半導体製造装置のセラミックス製部材などに、低層ダアルミナは、 液晶ディスプレイ用ガラスや IC パッケージ、自動車プラグなどに使用される。また、誘電性説が他の素材と比べ極めて低いことから一部の高周波測定器やミリ波レーダー等の基板に使用される。しかし、回路パターンの形成法などが FR-4 などの一般的なものと異なるため製作所は違うことが多い。かつて蘇生が AL2O3 だと考えられていたベータアルミナはナトリウム、溶電池の電解質に用いられる。酸化アルミニウムには AL2O3 の化学式で表される酸化アルミニウムの他にアローの化学式で表される酸化アルミニウム及び AL2O の化学式で表される酸化アルミニウムが存在する。酸化アルミニウムは高層大気中においてアルミニウム処理された。 手榴弾が爆発した際に、気層から検出され、星の吸収スペクトルからも発見されている。酸化アルミニウムは酸化アルミニウムと、金属系層を真空条件下摂取1800度で、加熱することによって得られる物質であり、安定に存在できる。温度領域が1050摂取1600度であるため、通常は気体として存在している。ありがとうございます。